岐阜県御嵩町はおととし9月に受け入れを前提にリニア工事で出る残土の処分場計画について JR 東海と協議を進める方針を示しています。昨日開かれた5回目のフォーラムで御嵩町は環境省が選ぶ重要湿地が候補地に含まれていることを説明し、花の木など絶滅が危惧される植物を別の場所に移す保全策を提案しました。御嵩町は来月5日に重要湿地に関して町民参加の勉強会を開き、具体的な保全策を協議する予定です。